こんにちは、ココです。次も見るよってコメントいっぱいもらえたので、今月もボルトの最新話56話の考察やっていきたいと思います。今回は早速コードの能力や強さが明らかになった上、ボルトの緩和対策にも解決の糸口が見えてきました。さらにめちゃくちゃヤバい能力を持ってそうな新キャラの登場も。もちろんネタバレなのでアニメ単行本派の方はご注意ください。前回の55話はまさかのクラバ死亡に頭が真っ白になったり、コードが想像以上の重要人物だったことが分かったり、ショッキングな展開の連続でしたね。ストーリー忘れちゃったよって人のために、まずはざっくりこれまでのストーリーを振り返っていきたいと思います。早く56話の展開知りたいよって人は概要欄からジャンプしてね。55話までのあらすじ。ようやく意識を倒したと思ったら、チャクラのすっからかんになったボルトの体をモモシキが乗っ取って大暴れ。サスケのリンネガンを区内で潰し、大筒木化の進んだカワキを真珠の生贄にしようと襲いかかります。ナルトはバリオンモードの反動でスヤスヤしてるし大ピンチ。カワキがとっさにかとんで自分を燃やしてモモシキに吸収させたことで、ボルトのチャクラが少し回復。ボルトは意識を取り戻すことに成功します。その頃ナルトは精神世界でクラマと話していました。別れを言いに来たと告げるクラマに、バリオンモードを使った代償に自分は死んだと思い込んでいるナルト。しかし実際はクラマだけが死ぬモードで、クラマはもやに包まれて天へと登っていきます。行くなクラマと手を伸ばしたところで、ようやくナルトは意識を取り戻しました。その頃十尾の監視で暇していたコードの左手にある白いカーマの模様が変わり、意識の魂のようなものが現れます。チャクラの実を手に入れ、いつか神になるという大月の意志をコードに託し、意識は完全に消滅。意識に憧れていたコードは大月の意志を継ぎ、ナルトやボルトへの復讐を誓うというところで55話が終わりました。56話のあらすじ。ようやくボルトの時空間忍術で里へ帰ってきたナルトたち。カワキはアマドに亡くなった右腕を付け直してもらって完全復活しました。片付けのスタッフだったスミレはアマドの助手を買って出て、カワキの治療のサポートをしています。スミレはどさくさに紛れてボルトの情報をゲットしていたようですが、前回アマドの様子をかなり怪しんでいたので、もしかしたら監視も兼ねて助手に立候補したのかもしれませんね。治療が終わったカワキに対しアマドは何かを言いかけますが、結局今度にしようとはぐらかします。何やらアマドはまだカワキに秘密にしていることがあるみたいですね。まさかカワキの寿命が少ないとかそんなことないよねと不穏な想像をしてしまうココです。一方ボルトは意識を時空間忍術で転移させて里を救った英雄としてテレビに出演。表向きは華やかに見えるものの、ボルトはいつかアマが暴走するかわからない危険な存在として四六時中監視されています。その上任務に出ることも禁止で、このハマル班は当面活動禁止に。ボルトの同期たちは事情を知らされているようで、テレビを見ながら複雑そうな表情を浮かべています。テレビ出演が終わったボルトが顔裏で黄昏れていると、カワキがやってきて今後どうするか話し始めます。カワキとボルトの体はすでに8割ほど大筒木化が完了しているらしく、ボルトの体は今も大筒木化が進行中。このままいけばボルトの体はいつか完全にモモシキに乗っ取られてしまいます。カワキは意識のカーマが2つの器に刻まれていることを利用し、次元に転生させることで自分のカーマを消しました。しかしモモシキのカーマはボルトにしか刻まれていないので、同じ方法で消滅させることは不可能です。そこでカワキは驚くべき解決法を提案します。それはボルトが自分自身の器を用意するということです。たとえモモシキに体を乗っ取られたとしても、他にボルトの器が用意されていればそこに転生してボルトも復活できるのではないかという大胆なアイデア。もちろん普通の人間には不可能ですが、ボルトはすでに8割大筒木、やれないことはないのではというのがカワキの仮説です。現にボルトは修行したこともないのに高度な時空間忍術を使えるようになっていますよね。しかしそれはボルトの代わりに誰かが身代わりになるということを意味します。当然ボルトは反対しますが、一人うってつけのやつがいると言いました。空の残党コードです。コードはかつてカワキと同じタイミングで意識のカーマを刻む実験に参加していました。他の実験体が適合できずに死んでいく中、カワキとコードだけが生き残ります。しかしコードは器にはなれず、武器としての側面だけを残した中途半端なカーマを宿すことになりました。少なくともカーマを刻まれても死なないので、ボルトの器にできるのではないかというのがカワキの予想。そしてアマドからも
フォードに関する衝撃的な事実が告げられます。なんとフォードは空のボスだった次元よりも強いらしいんです。部下の方が強いと次元のメンツが丸つぶれなので、フォードはあえて力を抑える措置が施されているとのこと。この解除方法はアマドにしか分かりませんが、アマドは捕まってボコられたらすぐゲロる自信があるとのこと。アマドの身柄を守るのは最優先事項になりそうです。フォードの危険性をアマドから聞いたナルトは五影階段の開催を決定。ボルトとカワキはそうと決まれば修行だとここぞとばかりに少年漫画しています。さらに驚くべきことに、アマドによれば過去に次元の力を大きく超えてしまった改造人間はフォード以外にも複数いたとのこと。そうした実験体は次元の支配体制を揺るがしかねないため処分されたとのことですが、その頃コードは雪に覆われた施設を訪れていました。ボロの関与していた教団施設らしく、武装した門番がコードを排除しようと化学人具で攻撃します。しかしコードは地面にベルトのようなものを出現させて姿を消しました。コードの頭についているのと同じ模様のベルトです。次の瞬間、地面に張り付いたベルトの中からコードが現れ、門番の一人を殺害。残った門番の体にベルトを貼り付け、その中から攻撃して殺害しました。どうやらコードの能力はこのベルトを自在に移動するものみたいですね。ジョジョが分かる人ならブチャラティのジッパーみたいな感じって言えば伝わるんじゃないでしょうか。この教団施設では次元によって処分された改造人間をこっそり保管していました。コードの目的はこの人造人間に会うことのようです。施設の装置の中には挑発の謎の女性が保管されていました。やあエイダ、この世のすべてを知る者よ、とコードが語りかけ、56話は終了です。いやあ、ようやく意識を倒したと思ったのに次から次へと不穏なことが起こりますね。コードは次元以上の強さらしいですが、次元はナルトとサスケ2人がかりでなんとか退けたレベルの相手です。すでにナルトはクラマを、サスケはリネガを失っているので、今コードが襲ってきたら対抗手段がありません。その上強すぎて処分された改造人間が加わったら殻以上の脅威になるでしょう。やっぱりもう柱間とマダラ江戸転生しておきませんか。そして今回一番気になるのが、コードがエイダと呼んでいる謎の女性の正体です。この世の全てを知る者と言っていることから、次元が隠していた何かしらの秘密を知っている、もしくは思考や過去、未来などが読み取れる能力があるんじゃないかなって推測しています。いずれにしても意識を失ったコードが真っ先に会いに行っているので、今後の物語の鍵を握る人物には違いなさそうです。まとめ、以上ボルト最新56話のストーリー考察でした。クラマとリンネガンというめちゃくちゃでかい代償を払って意識を倒したのに、次元より強い改造人間が大量にいることが分かって、これからどうやって勝つのって感じですよね。まだまだヤバい状況が続きますが、カワキとボルトはこれから修行パートに入るっぽいので、どんな新技を身につけるか楽しみにしたいと思います。そして何より新キャラエイダの詳細が気になるところです。皆さんは新キャラエイダの能力何だと思いますか？コメントお待ちしてます。